ありがとう。200回ありがとう。なんか思ったより急に話始めちゃうけど、思ったよりメールにみんないっぱい質問してくれるから、メールが書きやすい。食パン大福ありがとう。干し大福ありがとう。大福じゃないけど今日大福ありがとう。流れ星、こんばんは。新学期は始まったので高校3年生です。高校3年生17歳サートです。こんばんは。めっちゃメール書きやすい。ご飯炊けるまでやります。こんばんは。今日めっちゃ休みで、めっちゃ休みっていうかもう一日中休みで、本当にさっきまで寝ててさっきまで寝てた。結構ご飯の匂いするもん。さっきは寝てた。6時くらいまで寝てました。こんばんは。メールをちょくちょく起きて返してたけど、もうメール送ったら寝る、メール送ったら寝るみたいな。ロングスリーパーです。昨日は2時に寝て、でメール送るために7時くらいに起きて、そっからまた寝て、お昼ご飯作って食べて、で1時ぐらいからまた寝て、でメール6時ぐらいに送って、今。こんばんは。なんやかんやサータンの配信を見てしまう自分がいる。それもう答え分かってるよねそれ答え分かってるよ。それはそれは答えは分かってるよ。そう、メールのために、メールのために起きた今日は。みんな教えてあげて、それが 何の始まりなのかっていうの。こんばんは。こんばんは。え、そう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 、1、2、2度寝だね。違う、3度寝だ。1度寝て、2度寝て、3度寝だ。どういたしまして。200回目ありがとう。こんばんは。こんばんは。最近卵にハマったって話しましたっけ。卵にハマって、てかなんか今日めっちゃ化粧薄、まあいっか、まあいっか、別に化粧薄くてももういいよね。こんばんは。最近卵にハマってる話した。たまごっちは買えないっていう、まだ買ってないっていう話なんだけど、買うかも迷ってる。卵にハマってて、そう、卵料理作るっていうか、卵使う。なんかでも何をしたって卵を使ったら美味しい説。え、でもなんかこんなに寝るとなんかおやつ食べる時間なくて、なんかいいかも。止めてって言ってたしね。みんな見た？ちゃんと訳付きで書いたんだよ、止めてくださいって。
でも本当にお菓子はやめるべきだ、やめるべきだって思ってるから、本当にね、ダメだよね。お茶、食パン、ありがとう。イエイ。イエイ。何でも目玉焼きのせるの好き。サラ、目玉焼き嫌いだよ。嫌いだよ。サラ、目玉焼き嫌い。なんかね、そうそうそう、そうなんだよね、食べ過ぎちゃうんだよね。こんばんは。あ、違うわ、今日食べちゃったわ。嘘嘘、今日はソフトキャンディー食べちゃった。でも違うの、聞いて、落ち着いて聞いて。お昼ご飯の流れで食べたから、もうそれはそれ以上血糖値上がってない。ご飯でも血糖値上昇して、その流れで食べたから、もう今頃消化終わってます。卵はかき混ぜて焼いたり焼くのと、生卵いける。なんて言ったって、小学校高学年の時の私のおやつは生卵かき混ぜて醤油混ぜて飲むやつだったからね。落ち着いて。マギパパありがとう。二つもありがとう。あ、一つだった、バグだった。ちょ、流れで食べたらもうそれは、もうそれだよ。こんばんは。え、でもね、本当にコスパは良かったよ。だって小学校から帰ってきて、ランドセル置いて、おしくがたん、ありがとう。ランドセル置いて、冷蔵庫に走って、卵あるって言いながら開いて、紙コップ出して卵割って混ぜて醤油入れて飲むだけなんだから。なんか多分焼いた白身が好きじゃないのかも。火が通った白身があんま好きじゃない。それをなんか小学校4年生ぐらいかなの時やってた。だから今の私があるのはあの時の生卵のおかげだと思ってる。でパサパサの黄身もあんま好きじゃないけど、だからといってゆで卵の、ゆで卵も苦手。黄身火通ってなくても、ゆで卵もそんな好きじゃない。あと、ありがとう。で、私の卵図鑑は小糸図鑑みたいだけど、卵図鑑は好きの分類は、あ、じゃあ嫌いの分類は目玉焼き、ゆで卵なの。好きな分類は卵焼き、甘いやつ、別にだし巻き卵も食べれる。目玉焼き、スクランブルエッグ、生卵。でも生卵食べるときはかき混ぜるか黄身だけか。うん、あんまり嫌だよね。ゆで卵自体があれかもしれない。
こんばんは。でも前まで卵かけご飯があんま好きじゃなかったんだけど、この間食べたの、この間挑戦して久しぶりに、そしたら食べれた。でもさ、卵かけご飯ってさ、黄身だけの方が美味しそうじゃない？なんか白身あんまいらないかもと思った。でもお菓子とか作ってる時期は白身分けたら、白身をさメレンゲとかにしてさ、クッキーにしたりしてたんだけど、もうオーブンがないから白身分けちゃうとさ、白身の使い道に困っちゃってさ、だから仕方ないよね、食べるよ。こんばんは。ピータン食べたことないよ。サータン、ピータン食べたことない。そうなの？オムライス好き。オムライスは好きです。こんばんは。白身だけ飲む、白身だけ飲むの？卵かけご飯にするときはめっちゃ混ぜて食べるよ。メレンゲにして卵かけご飯にするの美味しいよ。なんか知ってるかも。やってみる？今度やってみようか。好物は何ですか？ハンバーグハンバーグが好き。何が好きですか？逆に私はスーパーに行ったらまずひき肉をいっぱい買うよ。白身をメレンゲみたいにして TKG にしてみたら。やってみるね。じゃあやってみる。あ、わかる。最近のオムライスってさ、なんか進化してるよね。こんばんは。かわいい？なんでなんでなんでハンバーグ、ハンバーグが好きです。サータンからハンバーグってワード3ヶ月ぐらいに聞いた。でもなんか言わないだけで食べてるよ。なんかあんまさ言い過ぎるとさ、なんかキャラって言われちゃうから、いい感じに秘密で食べてるよ。最近はナツメグを買ってみた。なんか今までナツメグ入れたことなかった、挑戦したことなかったんだけど、ナツメグ入れてみたよ。結婚しないけど。こんばんは。じゃハンバーグは何にも勝る美味しさだよ、やっぱり。だってさ、簡単なのにさ美味しいから簡単なのに美味しいからって、自分で作る。最近のハンバーグ事情をじゃあ教えてあげると、よくさハンバーグってさ、ボウルに全部入れてさ手でさ混ぜるじゃん。でもいつも私それ冷たすぎて手凍っちゃうから、凍りはしないんだけど凍っちゃうの。ほぼ凍ってるの、あれは凍っちゃうから、何の話してたっけ。溶けた。肉じゃがよく作るよ。でも一回で肉じゃが2日持つからいい。なんかカレーと一緒、肉じゃが一回作るとさ次の日もさ持つよね。
そうだよね、冷たいままの方があれじゃない、油があれなんじゃないの、あれであれであれなんじゃない、あ、そうそう、ハンバーグのね、鈴木家はハンバーグつなぎ使わないんだよ。たまになんか一回つなぎ使う時期があったんだよね、ママあって、いないんですけどママいないんですけど、つなぎを一回使ってみて、ママ的には使った方が良かったんだよね、確かね、ママね、ママつなぎ一回さ使ったじゃん、使ってさなんか意外とさいい感じってなったけど、結局私とか他の人が、家族の他の人がつなぎ使わない方が美味しいってなって、だから我が家のハンバーグはつなぎあんま使わない、肉肉しいやつ。こんばんは。ただ一人暮らし始めてから料理するやつ、うん、たまにカレー作ってとか言われてたけど嫌だって言ってた、作ったけどね、嫌だって言いながら作ってたよ、2分の1ぐらいの確率で。今から晩ご飯なんですけど何がいいですかね、うーん、お蕎麦とか。こんばんは、こんばんは。あ、嘘です、城ヶ崎です、私城ヶ崎すみれです。どうもありがとう。結婚してやだー、こんばんは、こんばんは、疲れたからやだって言いながら、コカハちゃんから見た私は城ヶ崎すみれコカハちゃんは藤田園ちゃん新しくハマり始めたドラマがもう終わっちゃって、やっぱ2日で見終わっちゃうんですよ、大体ドラマって。私はドラマで始まり、ドラマで終わるからね。そう、ちいかわ見た、優しすぎじゃない、ちゃんとさモモンガの話聞いてあげるの普通に優しいよね。こんばんは、でもなんか鈴木感ないよね、わかるよ、誰も言ってないけどわかるよとか言って、鈴木感はないよ。モンガってサータに似てるよね、よく言われるんですよよく言われるんですよ、褒めてるって、褒めてるか。そうだから今期のドラマを見始めようと思って探してる、いい感じの探してます。こんばんは、鈴木感はない、でもどうせ私のあれですからね、なんだっけ、こんばんは。そのうちみんな佐藤になるって言ってたから、どんなのが好きなの、何の話してたっけな、ドラマか、ドラマはね、もうなんか一番好きなのはコメディ要素が入ちょっと入りつつの事件解決とか、
お医者さんとか法廷とかそういうやつ、なんかサスペンスとか好きだけどめちゃめちゃ暗いやつもあるじゃん。もうなんか復讐してやるみたいな、そういうのは見ててちょっと最近疲れることが分かった。なんか普通に洗い物しながら見れるレベルのコメディ要素入ってるだから私の基準は洗い物しながらでも面白いみたいなドラマですね。こんばんは。トップなんちゃらとか面白かったけど、オーバーザトップ。こんばんは。でれれ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 、洗い物してたら聞こえなくて最初から見てたって。でも私もお風呂で見るんですよ。お風呂でも見てんのドラマなんだけど、その時は一番最大音量にするんだけどたまに聞こえないよね。あと顔洗ってる時とかってさ見えないじゃん画面だから、結局さ戻すよね。ありがとう。さらなかなか定点さ、自分の定点見たくないんだけど覚えてもらえると嬉しい。なんかまだまだすぎて定点見るとなんか落ち込むから嬉しい。オーバーザトップも好きやけど、どこね優しい。オーバーザトップも好きだけどって否定しないの優しいね。トップナイフ、え、ちょっと調べよう、忘れないようにしよう。え、私ね湯船ねあんま使わない人なんですよ。そう、こんばんは。お風呂めっちゃ旬なんですよね。今が旬だよ。いちご大福。こんばんは。日曜劇場？日曜劇場いいよね。でもさ日曜劇場ってさなんかあんまさあれじゃない、女子高校生向けではないよね。結構難しいさ社会のなんかあれやってない。でもあれ好きだった、潜水艦みたいな、なんかなんだっけ、海上保安官みたいな、たまに見る日曜劇場。でもたまに難しすぎてやめちゃう時ある。なんかまだ子供なのかな脳みそ。たまに難しいやつある。こんばんは、君ありがとう。で「VIVANT」もなんか最初らへんラクダ乗ってるところらへんまで見れたんだけど、なんかそれ以降難しくなってきちゃって「おーおーおーおお」ってなってやめちゃいました。難しかった、うん、ラクダのところまで見た。ラクダちゃんがもう本当になんかラクダちゃんがかわいそうででもさきっとさラクダちゃんにとってはさ別に暑くてもいつも通りのことなんだろうけどさ、すごい歩いてて大変だなと思いながら見てました。
こんばんは。朝ドラあんま見ないかも。今難しかった。こんばんは。タイガも見ないですね。なんかもう本当になんか普通のドラマを見てます。こんばんは。なんか今期おすすめのアニメとかあったら教えてください。月9はなんかさ、私あんまさ、そのなんていうの、なんか曜日なんていうの、月9とか火曜ドラマとかなんかそれ分かんなくて、だいたいさそのアーカイブっていうの見逃しで見るからさ、なんかいつやってるドラマなのか分からず見てるからさ、分かんないんだよね。こんばんは。テンスラまだ1話しか見てないけど大丈夫かな、追いつく、追いつく。サータン好きじゃなさそうなやつ。ドメトジョ。この。え、なんだっけ、ダメだジョーとかいうキャラクターなんだっけ。ダメだジョー。なんとかだジョーみたいな。マルコちゃんかな、マルコちゃんの男の子かな。なんとかだじょー、山田くんっていうの。なんとかだじょー、え、なんとかだぷーっていうキャラクターもそう。多分まるこちゃんだね。ブー太郎、別のキャラクターなんだ、まるこちゃん。私まるこちゃんよりサザエさんの方がどちらかというと見てて、でもそのめっちゃ仲良かった子がまるこちゃん好きで、まるこちゃんとこじこじが好きで、なんかよく本読んでて、それを横から何それって見てた。なんかまるこちゃん図鑑みたいなの読んでた。まるこちゃん図鑑。なんとかだぷー。あ、そうなの。こんばんは。てかやばい、ご飯蒸しすぎ案件終わりにしようかな、終わりにしようか。13位、危な、騙されるとこだった、危ない。13位、柿本れな。12位ドラゴン。11位サータン。10位、なんか強そうな人。9位サータン。8位魔法使い。7位クロミちゃん。6位サータン。5位サータン。4位サータン。3位雪だるまかな。2位サータン。1位鳥。ありがとう。ありがとう。今日はお肉です。美味しいお肉を食べてきます。食べてきます。ありがとうございます。バイバーイ。もうお菓子やめるから今日で今日でお菓子やめるから。
だって高1の頃はもうあの明日からごめんなさい今日もう食べたからね、もう明日からお菓子食べないから本当に。だって高1の頃は食べてなかった、食べてたけど、食べてたわ、全然食べた、嘘ついてた、お菓子やめるから。ちょ1個ある、あその1個あるの、ママが買ってきてくれたポテトチップス、これ最後にこれを最後にやめるから。これあと何袋入ってんだろう、ほらあと1袋だ、これあと1袋で終わりなので、もうこれを最後にします。今日これを最後にして、もう私はお菓子を食べません、食べません、ご飯は食べるよ、お菓子をやめます。もうこれが今我が家にあるお菓子、最後のお菓子なんですよ。もうこれが私のしばらくっていうか人生、ここ最近の人生、危なここ最近の人生の最後のお菓子にする。そろそろお菓子やめます。やめるから、もうやめるからさ、痩せなきゃね、本当に。そう気持ちがね、そうお菓子食べたら可愛くなる助けてって言ってるから、それもう本当にやめる。筋トレ2ヶ月続いたし、お菓子もやめよう、2ヶ月ぐらい、2ヶ月できるかな、2ヶ月はちょっとやめとこう、とりあえず1週間って言っとこう。でも聞いて、ご飯さ蒸しまくりなんだけどさ、あのさ本当に、あそうだ、高1の冬あたり忙しくて、てか帰るのも遅かったから、部活終わった後帰ったらすぐ夜ご飯だったので、お菓子食べてなかった時期があって、その時なんかお菓子っていう、なんかお菓子っていう生活の存在、なんかその一日にお菓子を食べお菓子っていう存在がもうかき消されたの、その時。だからそのサラも今はお菓子食べるの当たり前みたいな、もうお菓子買うの当たり前みたいな生活になってるけど、もっと最初の加入したての頃はそりゃお菓子我慢してたし、ちゃんと節約で1ヶ月ぐらい、なんかそのお菓子をお菓子コーナーに行かなきゃいいんだよね、お買い物行った時に。あとコンビニ行った時にコカちゃんにおすすめされたチョコバナナクレープ食べなきゃいいの。コンビニ行った時に毎回チョコバナナクレープの誘惑が来るからダメなんだよね。ご飯近く語ってるって言われてる。ええそう、一旦え、そうだよね、一旦忘れるといけるんだよ。だから劇場とかへの差し入れは食べないと持ってきてくれた方に、それはだから持ち帰って、まあ今度ね、ママとかに食べてもらおう。ご飯は食べるけど、お菓子はやめよう。
一旦1週間とりあえずお試しよ。お菓子食べない決めた。もうやめるよ。1週間約束。いや、コンビニでサーターに会う世界線ある？私どこでも会ったことないからね、本当に。なんかファンの方となんか劇場とか握手会以外で会ったことないです、本当に。なんでかっていうと、まあね、違う世界に住んでるんですよ私。サラランドね。約束守れたら洋服送ってくれるって、プレゼントしてくれるって。そんなの言ったもん勝ちになっちゃうからやめた方がいいよ。どうすんの、サラが裏で食べてんのに約束守れたとか言ったら困っちゃうよ。いや、もう本当に1週間やめます、とりあえずね。その1週間がいければこうやって1ヶ月とか2ヶ月とかこう続けていけるから。節約だよ、だって毎日さお菓子食べてさ、1週間にさだって1000円以上かかってるもん。1000円って高いもんね。1000円高いもん。だから本当に1週間禁止します。ありがとうございました。ご飯食べてきます。もう1週間やめます。ありがとうございました。最近のお菓子高いです、本当に。170円とかします。ありがとうございました。ご飯は食べます。今日これで最後にします。ありがとうございました。お疲れ様でした。メール送ります。質問送ってください。何も言うことがないです、最近何もしてなくて。特に今日は寝てるばっかりなので何も言うことがなくて困ってます。写真もないです、探します。お疲れ様でした。ありがとうございました。